分解時に必要な工具はこれといった特殊なものは必要としない。ドライバーだけはサイズに合ったものを用意しよう。まず最初にジェットカバーを外します。これは皆さんもいつでもやってる作業かと思います。一番上にありますフィルターを外します。フューエルラインのフィルターは意外と皆さん気にされるんですけど、案外ここのフィルターそのまましてしまうというケースがありますので、オーバーホールするときは必ず外して取り替えましょう。次はアッパーカバーです。5本の取り付けボルトですので5本を外していただいて、ガスケットが張り付いている場合がありますのでゆっくり持ち上げてください。フロートにもあまりこう大きな負担をかけないように持ち上げるといいと思います。手前に2本見えるのがアイドリング時のガソリンを計量するアイドルジェットの入ったアイドルジェットホルダー、奥の2本がメインジェットとエアジェットの入ったエマルジョンチューブホルダーだ。この4本はジェットカバーを取るだけでも取り外し可能。それぞれのネジ溝はサイズが違うので山を潰さないよう注意して外そう。ボトム側のカバーを外します。これも先ほどのアッパーカバーと同じサイズなんで、ここがちょうどメインジェット、アイドルジェットの一番下側になって、ゴミがこの中に溜まっているケースもあります。少しこのように張り付いていることがありますので、ドライバーの柄の部分で軽く叩いてみてください。これで剥がれなかったら少しこじるしかないんで、できるだけケースの端の方、あまりの無理のない部分を狙ってこじってあげていただくんですけど、おう、取れました。この中にひどくゴミが入ったりしてますので、こう後で掃除を十分にしていただいた方がいいと思います。こちらに見える4つの穴がメインジェットとアイドルジェットがちょうど出てくる穴になりますね。じゃあ次にファンネルを外します。ファンネルが取れました。次に、インナーベンチュリー、アウターベンチュリーを外していきます。下側からロックナットが4箇所についていますので、このロックナット、ロックタブがついてますので、小さなドライバー等で起こしてください。4箇所あります。インナーベンチュリーのロックボルトが取れましたんで、インナーベンチュリー、次にアウターベンチュリーの順に各々引き抜きます。まれに強く締めすぎてしまっていて、ベンチュリーが変形を起こしてて硬い場合がありますので、スロットルを開けた状態で内側から押していただくとか、あと、木の棒のようなもので少しこう叩くようにして出していただければいいかと思います。次にですね、加速ポンプのポンプジェットを外しておきます。オーリングが入っていまして、ジェットの下側にはアルミのワッシャーが入っています。これ残ってしまったり落としてしまわないように気をつけてください。チョークのコントロールレバーを外します。こちらが外れた状態です。あとあれですね、アイドルミクスチャーコントロールのニードルを外しておきましょう。
それと、スロットルバルブ側のめく、真ん中のこのめくら蓋の部分にリターンスプリングが入っています。リターンスプリングは、押し下げると見えるんですけど、ちょっと見にくいかもしれませんけど、この部分にあります。この部分のリターンスプリングを固定している部分がこの上側になります。この小さなリテーナーを持ち上げてスプリングを外すんですけど、割れになっていまして、スプリングがかかってる状態ですね。スプリングを持ち上げていただいて、横にすり抜けるように抜いていただければ取れます。スプリングの下側を外します。これが内蔵のリターンスプリングです。これがなくなりますと、スロットルは戻らなくなります。こちら側が、加速ポンプのプランジャーです。このように取れます。この上の部分が周りから少しかしまってるんですね。ですから少し強めに上に引き上げてめくってください。こちら側が加速ポンプのチェックバルブが2つあります。小さな玉が中に入ってますんで、落とさないように気をつけてください。その前側なんですけれども、これはチョークのためのジェットなんですけれども、機種によってはチョークを使われてないものがありまして、この辺りは使用しないケースもあります。あと、フロート室の一番奥側なんですけれども、これディスチャージバルブって言いまして、これもあの加速ポンプの、吸入側のチェックバルブになります。この中には小さな樹脂の玉が入ってるんですけど、これは取れませんので落ちる心配はあります。次にスタートバルブを外しますけれども、小さなドライバーのようなもので外側のリテーナーを外していただいて、これがリテーナーですね。そのまま 中から引き抜くような感じで、スプリングと先端部分のバルブ、次にコントロールのプランジャーが出てきます。硬いですね。バルブとリテーナーですね。